今回は掟破りの同価格対決、新車のトヨタアルファード VS 中古のメルセデスベンツ V クラスです。では第3バトル走り、これはねもう全然違います。まずこれ FF プラトームだっていうのもそうだし、これ 2.5 リッターのハイブリッドで、システム出力が197馬力、409ニュートンあります。でもうこれトヨタハイブリッド独特のね、こうもわーっとしたこのどっからエンジンがかかってどっからモーターが来てるのかみたいなとこなんですけど、まあ力強さ、静けさはあります。で乗り心地はいいんだけど、やっぱりねこれドライバーズカーではないんですよ。やっぱりねこんだけボディが大きいので、やっぱりボディのその、マッチ箱変形って言うんですけど、こういうちょっとボディ剛性のなさは多少感じますし、あとステアリングフィールもそんなにキレがあるというものではない。ただまあ長距離走って、そんなシビアなハンドリングで峠を攻めない攻めたりしないっていう場合にはもう十分で、あとね、ハイブリッドでこれ回生ブレーキで、ブレーキのタッチは昔に比べては良くなってるんですけれども、やっぱり回生ブレーキって独特のね、なんかねスーッと抜けるような感じがあって、特に下り坂で軽く踏んだ時にすでいっぱい、人が乗ってる時に、ね、結構スーッと行っちゃうところがあって、ブレーキのかっちりした制動感というのはやはり、ちょっと落ちますね。しかしこうやって踏んだ途端に、トルクが、モーターとエンジン両方効くと、で乗り心地自体は悪くない。で何よりもリアシートが快適。でちなみに燃費はですね、 JC08 モードで18キロ台、片やメルセデスベンツ後でも言いますが15キロ台なので、やっぱり微妙に勝っていて、今ね、これちょっと覗いてもらっていいですか。124キロ走って 12.4、まあ、結構ぶっ飛ばしたのでちょっと落ちてますが、いい場合はね15はなかなかいかないんですけど、13ぐらいはいくので、やはりこの2トン超えの、しかも7人乗り8人乗りボディを考えると、やはり燃費は、トヨタの、ハイブリッド、トヨタアルファードの、アドバンテージありますね。やはり2列目はね快適です。まあもちろん細かい、厳密に言うと細かい振動とかは入るんですけど、乗り心地はソフトだし、シートはもう何よりもこの大柄で、背中まで完全にサポートしてくれるし、ちなみにこの肘掛けはですね、ここにカップホルダーがつく。なおかつこれ知ってますけど、机ですよ机。まあちょっとした、まあ飛行機のビジネスクラスとまでは言わないんですけど、で何よりもこの肘掛けつく、これはいいです。片や3列目ですが、厳密言うとね乗り心地はやっぱりねちょっと落ちますね。やっぱりタイヤの上、リアタイヤの上に乗ってるので上下動が、多いし、それからフロアの振動も感じます。あとやっぱりフロントシートに比べると膝裏がちょっと浮くのとちょっと短め、そういう意味ではやはり2列目には絶対かなわないんですけど、まあでも快適、快適ではあります。それからやっぱりね、国産ミニバン後ろのシートから3列目から2列目をこう上下、できるし、しかもここで前にも傾けられる、この辺のアクセスの良さはやはり国産ミニバンですね。それでは次は V クラス前歯橋を、じゃあすいません、このかっちり感はやっぱメルセデスですね。あとやっぱこれやっぱディーゼルサウンドはやっぱりします。あ、やっぱステアリングはあの軽さはメルセデスですね。この軽さと、キレの良さで、馬力が163馬力で、トルクが380ニュートンでしたよね。ですからまあ微妙にアルファードより、低いんですけど、まあそもそもまあ380ニュートンってかなり太いんで、発進からまあ十分な加速はします。でやっぱりちょっと思ったのが、昔の V クラスはね正直ちょっとねちょっとトラックっぽいところがあったんですが、もちろんちょっとね硬さはちょっと、アルファードに比べるとやはり実用車っぽい硬さがあるんですけど、ずいぶん乗り心地昔に比べると良くなりましたよね。そうですね。あとステアリングもメルセデスっぽいですね、やっぱりこの味。そうですね、ステアリングはもう完全に完全にメルセデス、メルセデスのセダンと
似てる味ですよね、はい、でこれ僕ね高速残念ながら乗れないんですけど高速巡航どうですかね。ものすごく安定感があって安定感はある、はい、ただちょっと固め。そうですね、ただ足は硬いんですけれども、うん、ホイールベースも長いので直進はものすごく、なるほどなるほど、直進性はいいと、はい、だからね僕ねやっぱりメルセデスってその全部それっぽいあのステアリングになりますよね、どんどん。そこは結構驚いたな。ロングホイールベースなんですけれども最小回転半径はアルファードと全く同じです。ああだからやっぱりそのあたり、そうそう、これ FR なんですよね、エンジン縦置きの。そうです、だからやっぱりフロントタイヤがすごく切れるとよって全長が 5.17m と、もうはっきり言って大型リムジン並みの長さなんですけど回転半径が 5.6m。 いや結構やっぱりそこら辺は使いやすいというか、メルセデスさんらしく分かっているなと。で燃費が、JC08 で 15.8 ですよね、はい、ちょっとアルファードより落ちますけど実燃費どうなんですかね。これだいたい13キロぐらいは走るんでしょうか。あ、だからそう考えるとそんな変わんないですね。やっぱりそこはディーゼルだからなんだろうな。ブレーキはあれだな、やっぱあの回生ブレーキとちょっと違う、ちょっとストロークありますねこれね。あります。じゃあ高速巡航は川上さんのを信じるとして、はい、高速巡航はじゃあ安定性はあるし、はい、ちょっと乗り心地固めだけど、はい、割と快適であると。そうですね。2列目3列目どうですか。2列目3列目はやはり、国産車に比べると少し硬い印象があります、うん、そうだよね。僕ねやっぱりその乗用車のミニバンとしてある種こう研究してるのはこっちですよね、はい、メルセデスはやっぱりメルセデスらしい高速性能とかしっかりした走りと、あとこのもともと実用車っていうか、まあ、もうプロユースにも使われていてシートも外せるしリアのガラスハッチも開くし、はい、そういったそのある種の利便性ですよね、プロ好みの。あともう一つですね、 V クラスの最大のポイントはこれヨーロッパ車そうなんですけども、シートがこれ2列目3列目両方とも外せるんです。ただしこれシート超重いですよね。1脚約20キロ。そこのレールのまずこれ2室まず倒して一体化させて前にして、あ、これもさっき排出したリアを外したのを、あと前を外すとこの後のレバーとかなのかな、このレバーっぽいな、あ、これで外れた、あ、こっちはこっちについてんだ、これは重い。これをやると外れて、これで外れて、これスライドにも使うやつですよね。そうです。で、あとはこっちのレバーをポンポンって上げれば、そうです、外れるは外れるんだけれども、これで外れるんですけど超重いですね、これ。超重いです。まあ、いいんじゃないですか、こんなもんで。ベッドとかタンスとかも楽勝で運べてしまう、ある種ハイエース的な使い方もできるというのが、これ重いですね。これは男の力が、実力が試される車かもしれないですね。これを使いこなせるっていうのはやっぱりこうね、強い男じゃないとダメということで、使いであります V クラス。一方2、3列目乗ります。こちらもスライドドアついていて、はい、座ってみます。やっぱ相変わらずちょっと固めの、ちゃんと背筋が伸びるようなシートです。で、こう、そうそう、これね、もうね、この世代からだと思うんですが、シートベルトがシート一体型なので当然のことながらですね、どこに持っていっても、ちゃんと適切にシートベルトが当てられると。で、さっき言ったように現状広い。まあ、さっきも言いましたが、欠点はやっぱりこのスライドの硬さ。こればっかりはちょっと、座ったままならなんとか男性ならできるけど、片手でこういうことで横着してシートを動かそうとすると結構大変かも。ちなみに全然違う話ですけど、俺4年落ちの中古車としてこのアビックスさんの質は非常にインテリアとか綺麗ですね。あと変な匂いもない、中古車らしい匂いもないし、まあ、さっき言ったようにちょっとステアリングにちょっと握り感があって、シートもちょっとツヤが、フロントシートは出てますが、2列目3列目はやっぱりそんなに使ってない感じですね、これね。
3万キロだとまだまだですよね、ドイツ車だと。やっぱね、バンバンと来るのはこれメルセデスも乗用車もそうですけど、やっぱり乗り心地に対する考え方はちょっと違いますよね。固めである種のそのクラウンっぽさを求めるんならば、やっぱりアルファードかもしれないな。高速運転をしている最中、うん、時速80キロ以上で走行しているときに、はい、クロスウィンドコントロールっていう、はい、横風の影響を受けやすい、はあ、はいはい、前方の高い車なので、はいはいはい、こちらの横風を、強い横風を受けたときに、はい、片側だけ自動でブレーキが入って姿勢を正してくれる。3列目のしっかり感で言うと V クラスのが上かもしれない。相変わらずね、この膝がね、ちゃんとこう直角にして、膝裏までシート座れるんで、レバーとか正直ちょっとね味気ないんですよ。この味気ないし、ちょっと硬い、ちょっと挟んだり痛そうなところはあるんですけど、背筋を伸ばして座る感はこちらの方がありますね。真ん中もこれシートベルト、シート一体型なので、ちゃんとシートベルトがね、よく日本のミニバンってこの辺りの天井からシートベルトついてくるじゃないですか。だからちょっと、つけにくかったりぴったり感がないんですけど、これやっぱり3列目の真ん中にちゃんと効くのと、頭も拳1個ぐらい入って、だから視点が高くてすごく前がよく見える。あの乗り心地は正直硬いし、やっぱり2列目よりも厳密には乗り心地悪いんですけど、長距離だとやっぱりまあ多少疲れるかもしれないけど、ある意味この視界とかはアルファードよりいいところがあります。全体的におもてなし感は薄いけどね。てなわけで、新車のアルファードと中古の V クラスどっちがいいかというと、じゃらが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 らじゃん、引き分けです。これね、かなり実際もって違いますよね。この普通の、家族、子供に行ったらどっちがって選ぶと思います。まあ、そのやっぱりその V クラスの良さを分かるにはちょっと女の人とか子供は、まあ、こっちの分かりやすい快適だし、これエグゼクティブサルーンじゃなくてもそうだと思うんですけど、それに対してこっちの方がやっぱり車好きとか、やっぱり高速性能でね、高速でビュンビュン長距離行き、はい、ははは、はいはいはい、やっぱりこっちってある種なんだろうな、もうクラウンの代わりになるような高級車を目指したミニバンだけど、こちらやっぱり実用性と、あとメルセデスらしい高速性能とか走りの力強さですよね。で、売りであり、半分あれですよね、日本でいうとハイエース入ってますよね。だからもうこの特に、まあ、大変ではあるんだけど、このこうやって、普通のシート仕様にすれば、リッチな本革仕様で、まあ、7人も座れるけど、これを外すともう自転車もバイクも乗せてしまうと、はい、だからやっぱりちょっとやっぱりあれですかね、車好きのお父さんはこっちで、まあ普通の家族思いのお父さんはやっぱりちょっと出回りすぎてるけど、アルファードベルファイアかなと、まあ、ここら辺はね、もうあなた次第、ちょっと悩んでください。で、いい V クラスが欲しいと思った人はぜひアビックさんにちょっと行って、川上さんでも指名してみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、GoGTV でした。高速性能マジで、高速性能はですね、実際にあの乗り比べをしたところですね、はい、V クラスの方が圧倒的に安定感はボディ剛性含め、あったと思います。ありがとうございます。